どうも、うちんでーす。ドラクエモンスターズ3やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日は絶対に作ってほしい、レベル上げで超活躍するモンスター、やっていきたいと思います。結論から言います。このモンスターを作ってください。はぐれメタルですね。はぐれメタル、何がいいかっていうと、まず特性、爆発ブレイク大。これを持ってるんですよね。メタル系の敵に、イオ系の魔法が通るようになるんですよ。さらに、イオグランデをもともと持ってますので、使い勝手がいいですね。そして、レベルある程度、まあ、90以上まで上げると、素早さが900超えます。この素早さ900超えっていうのが、重要ですね。今俺は935、となってます。まあ、装備なんかを込みにすると、もっといくんじゃないでしょうか。まあ、とにかく、900以上になるように、してください。配合とかしていけば全然いけると思いますので、こういう風にしましょう。で、実際、メタキンと戦っていきます。あ、経験値アップの装備と、あと、あれだね。装備と、超元気玉。あれを使うのを忘れないようにしてください。で、普通だったらメタキンめちゃくちゃ動きが速くって、先制取ることができないんですけども、900超えのハグメタ、プラス、道具の、これ、ピオラクタ。これを使ってください。素早さが上がります。で、ハグメタにイオグランデを使わせて戦う。これで、OK です。先制が取れちゃいます。メタキンがね、4体とか出てきたとき、絶対逃がしたくないですよね。その時にこれがあると、もう確実にやれちゃうので、ぜひ作ってください。はぐれメタルは、メタルスライム、2体を配合すると出来上がりますので、結構簡単に作ることができます。ぜひやってください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。